ぱり夏と全然違うのはこのたくさんの水鳥がいることですよね。本当にたくさんの渡り鳥がやってきてるんやなということを感じます。ここの渚公園ね、そのように言うようです。そして、ここは琵琶湖文化会館、現在休館中ですね。佇まいはすごく趣あっていいんですけど、中身がね休館というのは残念なことです。ただまあここは琵琶湖文化会館の催しがいろいろあると、そんな案内はあります。ちょうど琵琶湖ホールかな、そこまでやってきましたですね。せっかくなので今日は浦川湖岸沿いを歩いてみましょう。このここは仁王の浜ウォーキングコースということで1キロぐらいですね。でもまあテラスがあったりいろいろするので素敵です。渚テラスといってなんかコーヒーが飲んだりねできるとこみたいですけど、ちょっと琵琶湖ホールの裏側になりますかね。でもなかなかいいウォーキングコースだと間違いないですね。ちょうど琵琶湖ホールの裏側に来ました。ここは昔ですね、ラブソナタ京都っていうのを京都の会場が取れなかったのでここを使ってやりましたね。懐かしいです。なんか面白いですね。大津渚公園でリモートワークの実証事業、こんな簡易な建物で実際にリモートワークができるということをされてるみたいですね。まあ、Wi-Fi が飛んでれば全然問題ないと思うんですけどね。琵琶湖を見ながら仕事をするということですね。琵琶湖大津プリンスホテルに行きましたですね。その前に行きました。折よりにこの公園に外来魚回収ボックスがあるんですね。ブラックバスやブルーギルはリリースしないでここに入れてくれということでこういうのがあります。まあ、たくさんの釣り人がいらっしゃいますからその協力でねするんじゃないでしょうか。まあプリンスホテルの前もなんかいい公園があるなと思ってましたけど素敵な公園ですね。ちょっとあっち行ってみましょう。なかなか素敵な公園がありますね。本当にたくさんいろんな遊びができるような広場がねあることにびっくりしました。ここもカモさんがいっぱいいます。反対側がちょうど大津プリンスホテルですね。はい。本当に琵琶湖って綺麗な湖だなーってのね思います。観光船もちょっと出てるようですね。一応動いてるみたいです。京都の方を見てです。美しいですね。ここに見えてきましたのが近江大橋ですね。琵琶湖の南側を対岸と結ぶところです。そしてずっと北の方ですけれど、小さく見えますかね。これが琵琶湖大橋ですね。片田から、対岸の方へ向かうところです。そういう橋になります。